もし目が見えたら何が見たいですか。2009年2番クライバーン国際ピアノコンクールで日本人として初めて優勝した辻井伸行さん、優勝直後のインタビューにて記者からのデリカシーにかける質問に対して辻井さんは嫌な顔一つせず笑顔で、一番見たいのは両親の顔でも、今は十分心の目で見られているので満足ですと答えました。飾らない言葉とその姿勢には辻井さんの明るさと素直な性格が反映されていると感じます。生まれ持ったハンディキャップをものともせず、世界最高の舞台で輝くその姿は見る人に感動を与えてくれます。辻井さんを知る人は彼がものすごくポジティブで明るい性格であると言っています。今回はそんな辻井さんの性格の良さがにじみ出ている動画をご用意しました。ぜひご覧ください。And played improvisation. Title is 4 weeks with Orpheus. なんか好きな歌あります？いやそうですね、今は、まあ、カラオケが好きでよく、たまに弾き語りとかして自分って家で遊んだりしてますよ、たまに。ほう、演歌は何？氷川きよしのずんどこ節とか、あと石川さゆりの津軽海峡冬景色とか。津軽海峡冬景色なんてのはアレンジで弾いてくれるとちょっと感じかな。ちょっとやってみてください。津軽海峡冬景色と。
恐れ入りましたって。do you have a girlfriend? No girlfriend. You don't have a girlfriend? How come? Yeah. What's your type? Type. Oh, good. Friendly. Friendly. Yeah. Friendly. No. Do you have any hobbies? Swimming, swimming, hiking, karaoke. Oh, yeah. Yeah. Everybody loves karaoke. Yeah. Do you like pop? I like jazz. Jazz? Japanese enka. そんな話をしているとメンバーが Would you like to join us and improvise a little bit while we play the next song? It's a summertime. Yeah. ジャズのスタンダードナンバーサマータイムを即興で演奏することになりました。
いかがでしたでしょうか。同じ日本人として誇りに思いますね。今後の信行さんの活躍に期待します。ご視聴ありがとうございました。